意識が戻ったわね。ここがどこかわかる？質問に答えて、東雲さん。今は何年？1985年。最後に何を覚えてる？426に逃げられた。次は必ず捕まえる。そう、分かったわ。体の具合はどう？頭が痛い。精密検査をした方がいいわ。単なる時間余裕。神経に負荷がかかってる。転移は控えるべきね。薬持ってるわね。ちゃんと飲みなさい。これで少しは楽になるはず。頭痛がひどくなったら飲みなさい。少し強い薬だから副作用で一時的な記憶の混乱があるわ。安心して、すぐに戻るから。戻らなきゃ。時間移動はできないわ。侵略が始まる前に騎兵を直さなきゃ。止めても無駄よ。私は戻って奴を追う。止めてるわけじゃない。今ゲートは使えないの。侵略者は2064年に現れ、世界を滅ぼした。私たちを追ってここにも彼らは来る。粒が大きくて飲みにくい薬だけど、これでしか頭痛は取れない。なぜ時間移動が無理なの？何者かにゲートを封じられた。調べてる最中よ。ゲートの封鎖、そんな真似ができるのはおそらくあいつだけ。ゲートを設置した426だけだ。過去に閉じ込められたわけね。大丈夫かい？誰？森村先生、まだ彼女に無理をさせるのですか？残念ながら。転移の時間座標は40年単位で固定されている。自由自在の時間旅行ではない。世界を滅ぼす最悪の元凶だ。426を捕らえねば侵略者に対抗できない。できるだけ早く修復しておくわ。426はきっと誰かと接触する。適合者全員のリストが欲しい。もちろんこの時代の人間も含めて。検討してみる。検討する必要はない。奴を捕まえなきゃ結果は最悪よ。片っ端から生徒に聞いて回ってほしいの。分かったわ。机の上にファイルがある。全員ではないけど、学校に在籍する適合者よ。騎兵搭乗者となる資質を持つ人間は未来の情報から判明している。彼の情報が入ったらすぐに知らせる。これか。適合者をここに集める計画。私を含めた女子4人。女子だけ。 B 組に冬坂と如月、 C 組は薬師寺。女子の適合者は全員1年生だ。 B 組に冬、 C 組、女子の適合者。女子のファイルしかないけど、
それしかここにないわ。男子についてはゴート君が把握してる。彼に聞いて。期待しているわ。リストがないため不明だ。男子の情報はゴート連夜が知っている。あなたは同じ2年のゴート連夜。君をサポートするように言われている。男子適合者が誰か教えなさい。もちろん。でもその前に聞かせてほしい。君はどうしてそんなに426を憎んでいるのか。正気？世界の命運がかかってるのよ。そうとしても必要以上な彼への憎しみを感じる。奴が騎兵を狂わせたせいで私の町は灰となった。彼なんて親しげに呼ばないで。426は人間じゃない。未来で作られた人工知能よ。関ヶ原 A と名乗っているわ。426の写真だ。関ヶ原 A と名乗り潜伏している。騎兵を狂わせ世界を滅ぼす最悪だ。426を捕らえねば侵略者に対抗できない。さあ、男子適合者を教えなさい。426が接触しそうなものか、すでに接触した者がいるはずだ。壁の時計だともう昼休み。彼らは食堂にいるんじゃないかな。行ってみよう。ちょっと待って。それでは付き添いはいらない。一人で調べる。いいえ、危険よ。一緒に行動して。ここは2065年じゃない。ルールは守ってもらうわ。ゴート君、頼みます。わかりました。仕入れ先のパン屋が人気店らしく、昼休みはいつもこの状態だ。それで適合者はどこにいるの？パッと見た限りいない。あれ、東雲先輩。いいところに現れた。ちょうど探していたんだ。彼は網口柊、お探しの一人だ。質問があるの。こういう人を見なかったかしら。え？いや、見てないな。そう。あ？パン変えた？助けが必要かな。いや、あの時は結局役に立てなかった。挽回のチャンスが欲しいな。助けに来てくれたのは感謝してるよ。どこ行くの？人前で気安くすんな。なんだろう、この奇妙な感情。彼が女の子と仲良さそうだと胸が締め付けられる。まるでやきもち。私が彼に。バカバカしい。そ
んなことあるわけがない。頭がズキズキする。網口一周、なぜか彼に対して奇妙な感情が湧く。まるで恋愛のような。 B 組に冬坂、 C 組は薬師寺、女子の適合者は全員。1年生の教室は3階だったな。もうダメ、頭が割れそう。それではど、それではどうしようか。これで少しは楽になるはず。とても割り込めそうもないわね。どこへ行く気だ。女子適合者を当たる。適合者はどこにいる。女子適合者リストの写真で確認しよう。どうした？何かあったのか？別に何も。美和子、ほら行こう。の、頭が。どこ行くの？ズキズキする。関ヶ原 A と名乗り線、奴の写真、接触。これで少しは楽になるはず。ついてこなくてもいいのに。そう言わないでくれ。これでも君の力になれるつもりなんだ。どうかしらね。薬師寺めぐみ。薬師寺さん、ちょっといいかしら。こういう人を見なかった。426でしょ。知っているの？何度も聞いて覚えてしまったわ。森村が教えたのね。その様子だとやはり14番に乗るのは難しそう。14番。頭がスキスキ。14番は私の騎兵だ。あなたが乗ってきた14番よ。回収できてよかったわ。
敷島の大型格納庫にギリギリ入ったの。ここまで運ぶのも大変だったのよ。あの事件以降発見できた騎兵はこの14番で3機目よ。新型は前期行方不明、12番も見つかっていない。沖野君も騎兵は治ったの？システムが侵されて修復はかなり困難ね。その上彼に騎兵の制御を抑えられては。426を捕らえねば騎兵は使えないわけね。その子は何？ああ、紹介するわね。薬師寺めぐみさん。どうも。2025年の適合者よ。最悪の場合、彼女があなたに代わって騎兵に乗る。何ですって？そんなの認めない。その体調では操縦は無理よ。この14番は伊田先生が私に選んでくれた私の騎兵よ。それなら乗ればよかったのよ。そんなに乗りたいなら重郎の代わりに戦えばよかったのに。もっともあなたもこんなやりとりさ忘れてしまうんでしょうけど。薬師寺さん。